中学生必見都立高校の対策は実技の4強化がポイントこちらをご覧ください青い部分は全東京都の中学校3年生の内申点の平均です黄色い部分が墨田区の10の中学校の内申点がこれを上回っている部分ですご覧いただくと国、数、社、理・外国語の5強化については上回っている学校が 多くなっているんですが音楽美術体育技術家庭の実技4強化については平均を下回る学校がほとんどですそこで都立高校の受験のポイントは実技の4強化ということが分かりましたのでこれをしっかりと対策をするということを区議会で求めました。頑張れ中学3年生